にちは。ありがとうございます。今日はちょっとお昼です。やっほー、やっほー、やっほー。みんな、今日も暑いね、暑いね、今日も暑いね。そりゃそうですよ、そりゃそうですよ。こんにちは。なんか暗いかな。こんにちは。そう、今日ねちょっとお話し会終わってからお仕事があるんで結構遅くなるですよ。だからちょっと今日はお昼の時間空いてるしお昼にしようと思って。お昼にします。ちょっとね七並べ今月までなんで、七並べをね皆さんとしたいなって思うんですけど、ちょっと電気つけようかな。ねえ、よっ、あやめいさんありがとう、見に来てくれて。こんにちは。やっぱ消すやっぱ消そう。ダークネスさん、あかつきまんさん、やすべえさんありがとうございます。内巻き、そうだね、今日はこの後お話し会なんですけど、まあ髪型は決めてなくてどうしようかなっていう感じ。今日服が、今日ね、今日の服、キャラクター的なやつにしようと思ってたんだけど、どうやらキャラクターがちょっと厳しいかもしれないっていうことだった。まあ一応ちょっと持ってきたらってマネージャーさんに言われたから一応今日持っていくんですけど、まあ大丈夫そうだったらそれにするんだけど、でもちょっとどうなるか分かりませんということで。こんにちは。会うとなんかね、キャラクターすぎたらちょっと結構厳しいらしくて、分かりすぎたらそう、なんかあんまりそんな強調されてなかったらいいみたいなんだけど、でもちょっとね、まあとりあえずちょっと持っていくってみるけどどうなるか分からないって感じかな。何分からショールームしよう。あ、ショールームじゃない。七並べ。ほら、七並べとショールームって似てるんだよ、やっぱ。日本語が似てる。七並べとショールーム。こんにちは。NG だったら、もう普通にこの服かもしれない。髪型はまだ決めてないです、でも。暑いね。すごい話変わったけど。暑いね。じゃあね、もうちょっとしたら七並べしまーす。私もうエアコン沼に陥ってしまったんで、もう皆さんのせいよ皆さんのせいにする最悪の女です。浜かっ
ちゃん、ありがとう。こんにちは。皆さんのせいだって私はさ我慢してたのよ。扇風機もエアコンも我慢してたのよ私はね。そうなのに皆さんがそんな我慢はダメだよって、我慢する必要ないよって言うからとか言って、嘘です。皆さんの優しさで、皆さんが優しさで言ってくれたわけだから、それは嘘ですけど、私はすっかりエアコン沼にはまっちゃって、でもね寝る時と朝はつけてないんです。寝る時と朝はつけてなくて、なんかやっぱ髪の毛アイロンとかするとすごい熱くなるんですよ。だからそうちょっとね、あー熱いってなったらちょっとつける。だから今もうちょっとついてるんですけど、エアコン27度ですね。27度、時々26。そう、あの昨日もつけてなかったんだけど、そうだけどお話し会行く前につけてきちゃった。家帰ってきたら涼しいのがいいなと思って。初見です。午前中初めてしなべ当たって嬉しかったです。お、ありがとうございます。そう当たったね確かに。徳さん、と TTOKK さん。今日もちょっと七並べしようと思うんで、じゃあ50分から始めようかな。あ、じゃあ50分じゃないや、52分。52分ってめっちゃ中途半端な時間から始めようかなって思います。52分37秒から始めようかな。こんにちは、トックです。あ、トックさんって言うんですか。あ、 TikTok のトックね。トックさんありがとうございます。確かにちょっとそのね文字見た時ちょっと TikTok が思い浮かんだ。こんにちは。夜つけないと、ね、寝れない。いやそうなんですよ、私はつけてないけどさ、夜がさ暑すぎてもう無理。本当に何なのどうしちゃったのって思う。だってさ、私さすごい思うんですけど、私が小学生の頃とかこうよくこう天気予報とか見てて、夏天気予報見ててさ、うわあ31度か、今日32度かみたいな、それがマックス高いっていう感じだったんですよ私が小学生ぐらいの頃は。確か32度だったらもう暑いみたいな、32度で体育運動会の練習するのかみたいな感じだったのに、なんか今となってはもう32度なんてもう何普通じゃないですか。普通もなんて言うんだろう、もう そんな32度で暑いとか言ってるもう天気じゃない、気温じゃないじゃないですか今。ね、だからなんかおかしいよって。あーちゃん、うにさん、かずいさん、えんじょうさん、がわさん、あきぽんさん、あやめいさん、さっとんさん、ありがとうございます。ギフツ、もう異常な現象です本当に。35度超えてるのが普通。いやそうですよね本当に、35度
超えてるのが普通。いや本当にそう、なんか40度とか別にえってならなくないですか。前までは40度とかだったらもう大変大変、もう世界大変になってるってな、世界大変大変、どういうこっちゃって感じだったけど、今は別に40度って聞いても40度熱っみたいな感じじゃないですか。なんかもう世界が変わってきちゃってるんだよきっと。小学校の子で言ってたもん、理科の先生が言ってたもん、もうこれから日本はどんどんあの何平均気温が上がっていくんだって言ってたもん。もうそれが今実証明されてます、今のこの日本で。それすごい覚えてるの、あの理科の理科室で理科の先生がこれから日本の平均気温はどん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 上がっていくんですみたいなこと言ってたので、本当にそうなのかなって思ってて、その時にそんなこと言ってるけどこれ以上上がることなんてあるのかって思ってたんだけど、もうどん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 上がってる、もう本当に怖いね。そう、なぜか理科の先生の話それだけ覚えてるの、ね、他は全く覚えてない、だけどそれだけなぜか覚えてるんですよ。変なのって感じです。ライダーさん、あやめいさん、ありがとう。そうだね、やっぱすごいよね理科の先生って、さすが。他は覚えてない、他は何にも覚えてない。あとはその理科の先生の名前がすごい名前だったのを覚えてる。なんか言ったらこれはダメかもしれないけど、あの漢字3文字のなんかすごい貴族みたいな名前だったのだけ覚えてる。その先生が配信来るのやめた。なんで、なんで、どうして。昨日の配信で生まれた尋問パンっていうあの私の新たなキャラが発動しますよ。あ、52分から七並べです。そう、昨日ね生まれたんですよ私の新たな、あの新たなキャラ、尋問パンっていうね、あの皆さんに尋問していくから、そんなこと言った人には。あ、52、今七並べ早打ちみたいなやってるからすごいコインがたまる。こんにちは。そう、パンちゃんのこと嫌いになっちゃうぐらい尋問されたいです。嫌いになっちゃうんダメじゃん、それはダメだよ。嫌いになっちゃったらもう元も子もないですからね。え、そうじゃないですか、だって嫌いになったらだってダメじゃん。こんにちは。パンちゃんなら尋問で相手を泣かせ、どういうこと、どういうこと、泣かせそう
どういうこと？そんな怖いですか？私そんな怖く見える？そんな怖く見える？私の血もそんなに？あやかさん、髪サラサラだし可愛いです、嬉しい。でも髪サラサラじゃないよ、全然サラサラではないんですよ。もうなんか夏ってか梅雨になってきてさ、髪の質がすごい変わってるのをすごい実感して、これはただアイロンで伸ばしてるだけだけど、髪の質がもうなんかなんて言うんだ、モサモサになってるのをすごい実感している。私はこの梅雨になってモサパン、そうなの。だから皆さん助けてください。こんにちは。私もサラサラになりたいですけど、でも私やっぱね、美穂ちゃんすごいサラサラ、髪の毛美穂ちゃんすごいね、なんかキューティクルな、もうサラサラ髪の毛みたいな感じがする。本当に美穂ちゃんはいつでも髪サラサラっていうなんかイメージがあるね。フィーノのヘアマスクめっちゃおすすめ。フィーノって何？ヘアマスクって何ですか？フィーノヘアマスク。ヘアマスクってなんかあれ？髪の毛まとめてこうやるやつですか？まとめて。こんにちは。こんにちは。こんにちは。みんな来てありがとう。髪の毛をこう縛るやつか、一つにで上でパックするみたいなやつですか。なるほど。ググりなさい。だって今配信で皆さんに聞けるから、ちょっとへー、これがいいんですか。なるほどね。なるほどね。なるほどね。やっぱでもさ、美容室でやってもらうさ、こうトリートメントとか、やっぱすごいいいよね。なんかちょっともう本当にシャンプーが本当に。私はすごい好きなんですよね、あれ。皆さんもうすぐ52分ですよ。まだ50分だけど。やっぱ私美容室に行きたいんですよ。もう美容室でも髪の毛をもうガシ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 ってやってもらいたい。なんかさ、美容室のさ、人によってはさ、結構さ
力がさ、シャンプーする時の力がちょっと弱めな方とかもいいじゃないですか。私もうさ、もう究極にもうめちゃめちゃ強いやつがよくてなんかさ、結構力加減どうですかとかって聞いてくださるじゃないですか、美容室の方って。でもあのもう私にその強い強いですとかっていうのはもう絶対ないから、もうとにかくいいからもっと強くしてほしいって思う、いつも。本当にもうガシガシ強め希望、本当に私は。そう、それぐらいで結構な、本当に遠慮いらない遠慮はいらない本当に。まさるちゃんありがとう、見に来てくれて。もうすぐ37秒、あ、これさ待って、あとでテロップ変えよう。最強でって言ったらいいかな、あのシャンプーしてもらって、最強でお願いしてもらってもいいですか、力加減最強でお願いしてもらってもいいですかって言ったらいいのかな。いや髪が抜けるぐらい、そりゃダメだ。ありがとうございます。そう、頭割れるよ。いや本当に私割れるぐらいめっちゃね。いやなんかさ、やっぱさ力加減さ、あの強い方がなんだろう、洗った後すっきりしませんか、こう洗い流したりとかした時に。なんかなんだろう、頭が軽くなるっていうか、なんかすごいスッキリするから、私はすごい強めが好き。私今まであのいや結構なんか強い方とかもいるけど、強いっていうか、まあ、まあいい感じ、まあ普通にいい感じぐらいにしてるけど、私のあのもう想像通りの強さの方は今まで出会ったことがない想像はもう頭割れちゃうぐらいそれはちょっと行き過ぎかもしれないけど。炭酸ヘッドスパ、なんかね、私炭酸ヘッドスパではないけど、炭酸シャンプーみたいな、炭酸シャワーのあのシャンプーみたいなやったことあって、それすごかったです。なんかもうゴゴ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 ゴってずっとなってた。あー4位になっちゃった、ありがとうございました。すごかった本当に、もうゴゴ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 ゴってずっと言ってた次56分37秒です。七並べ中、そうで、ここ、え、本当にゴゴ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 って言ってたんですよ。そう、あのでもそれがすごい良かった、うん、でもそれのおかげで私その時は一時期すごい髪の毛がサラサラになったんですよ。本当に そういいよね。皆さん美容室得意ですか？美容室得意？行くのどうですか？次は56分37秒です。得意？なんかさ美容室ってさ、あのなんか好きですか？
私は苦手ですね、すごい。こんにちは。美容室ではなるべく話しかけないでオーラ出してる。あ、一緒一緒一緒、私も5、6、はい、一緒一緒。私もなるべく話さないでくださいっていうオーラを出してますね。うん、あれだけ言っといて苦手なんだ。うん、そうそうなの。あのシャンプーしてる間とかは全然いいんですけどね、なんか行くなんかちょっとね、美容室のあの空間はちょっとね苦手。あと鏡がすごい苦手ですね、私。あの鏡で自分の顔見れない、本当に。わかりますか、自分のさ目の前にあるさ鏡が苦手すぎて、本当に本当に顔見えないんですよ。ありがとうございます。お、わかります？皆さん、レッスンの時、もうレッスンは最初でもすっごい本当にもう嫌だった。でももう何度もしている子だから嫌だけど、今でもでも慣れたです。次は56分だったから2時、ちょうど2時、2時37秒そうか。美容室の鏡は本当にちょっと私苦手です。なんかさ、美容室の鏡ってさ、なんか普通の鏡よりさ自分って感じしない？わかる？わかりますか？なんでかわかんないけど、なんか自分以上に自分っていう感じがする。美容室の鏡って何なんだろう。美容室の鏡ってなんか特殊な、なんか細工みたいなのされてんのかな、もしかして。なんか自分って感じがする。わかります？なんかそれがちょっと耐えられない、本当に。そう、リアルすぎるの、美容室の鏡って。本当にリアルすぎてうわっってなっちゃう、ちょっと。一緒に遊ぼう。本当にリアル。なんかいつも自分が見てる鏡とかよりもすっごい、なんだろう、リアルに丁寧に描かれている自分が。そう、鏡の質が高いのよ、すごく。そう、純度が高いのよ、本当に。こんにちは。あ、来るよ。3、4、5、6、7。おっと、ありがとう。そうなんですよ。だからビニールつけたやつ、ああわかるよ。ビニールつけたりするよね。髪上げてる時なんてさらにもう無理ってなりますよね。
あのだ髪縛られるじゃん、あの美容室って、あのシャンプーで洗ったりとかしたらだからもうその姿とかはもう絶対見えないねって感じ。当たると思いませんでしたって、ありがとうございました、ありがとうございました。デコ出しが嫌なの？え、そう、それも嫌だし、なんで、なんだろう、デコ出しも嫌だし、なんか髪を後ろに全部バッてされてるのも嫌だ、嫌なんです、だから眉毛の形あ、でもちょっとわかるかも、眉毛も嫌だってなるから、もう全部が嫌だってなるんですよ本当に。美容室行ったらもう見たくない髪ってなる。でさ、眉毛がさ、こんなにさリアルに描かれていることあるって思うぐらい本当に眉毛強調されるされるからさ美容室の鏡次は4分37秒。そうなんです、鏡恐怖症、美容室の鏡恐怖症って感じかなずっと目つぶってなさい。え、でも私ね、目つぶる美容室で行った時、目つぶります。なんかスマホとかしてるけど、あのもうスマホ疲れたなって思ったら目つぶるなんかさ、ずっとスマホするのも疲れるじゃないですか、ずっと画面見るのも。だから疲れたなって思ったら目つぶる。こんにちは、鉄兄さん、はじめまして、ありがとうございます。はじめまして、もうすぐだ、そうなんですよ。はい。鈴木彩香です。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは、七並べに集中しちゃう、いかん、いかん、いかん。こんにちは、ショールームはね、なるべく無言な時間を、あ、1位になった、
知らぬ間に1位になってたんだけど無言な時間を あまり作ってはいけぬって、いけぬなんです。いけぬなんですよ。私はでもよく無言になっちゃうけど、でも昔より無言な時間なくなったと思いませんか？どうですか？昔から私の配信を見てくれている方、思いませんか？こんにちは、川潮さん、こんにちは、ありがとうございます。そう、なんかやっぱ結構ショールームってラジオとして聞いてる方とかも多いみたいで、ラジオっていうか、そう、聞いてるだけ。次8分37秒です。聞いてるだけって、あのショールームってさ、あれできるじゃないですか、この画面をこうやって聞くだけで、あと違う操作できるみたいな、スマホそういうのできるから、あんまりその見てる人っていうのは、見てる人ももちろんいるけど、なんかラジオ感覚で聞いてる人もそういるみたいだから、えいひろさん、えんじょうさん、お金持ち先生、あやめいさん、ありがとう、ギフト。そうそうそう、作業中とか通勤中とか、そうなの。バックグラウンド再生、バックグラウンド再生っていうのか、私今日覚えた、バックグラウンド再生、新しい日本語を今覚えました、バックグラウンド再生。え、忘れそう、これバックグラウンド再生っていうのか。あ、すごいすごいすごい、これ今度自慢しようバックグラウンド再生って何か知ってるってパセリに聞いてみる今度。バックグラウンド再生、え、バックグラウンド再生ができるやつとできないやつがあるじゃないですか。なんか全部できたらいいのになって思う、バックグラウンド再生。なんでできないんだろう、思いませんか？なんか YouTube とかさ、できないじゃないですか、バックグラウンド再生。プレミアはできるの？え、そうなの？あ、でもなんか言ってた、そういえばこの間なんかお話し会でファンの方がなんか言ってた気がする、それ。ちょっとなんかプレミアに入ったら広告とか出ないしみたいな言ってた気がする。うん、ああ4位だ、ありがとうございます。こんにちは。次は12分37秒かな、12分37秒です。日焼け対策はどうしてますか？日焼け対策、まあ普通に日焼け止め塗るのと日傘と長袖、なるべく長ズボン、長袖、長ズボンで、メイクの、顔のメイクの、てか毎日日焼け止め顔に塗ってます。なんか下地的な
感じで毎日塗ってます。365日日焼け止めは。顔でもね、私気づいたんですよ最近。で最近気づいたの、1日10分から15分ぐらい外で日を浴びる、普通にもう日傘とかなしで普通に10分から15分ぐらいかな、10分程度だったら日に浴びた方が肌の色が白くなる説を自分で勝手に生み出したんですよ。いやそうだと思う本当に。多分ですけど、人間って1日のうちに10分ぐらいは紫外線が必要なんだと思うんですよ。光合成だから、多分10分ぐらいだったらプラス効果になる気がしてすごい適当なこと言ってるかもしれないけど、私はねそう信じてるんですよ。あ、はい、57分じゃない37秒何言ってんだろう。37秒だね。57分ってどういうこと。私何を言ってるんだ。そう、ビタミンを、ビタミン D ができるから、あ、なんか多分そんな感じだと思う。ビタミンが作られてるのかなって思う。それでそうだから、なんかちょっと外に寝るぐらいだったら日は浴びた方がいいなってすごい思うんですよね。この数年生きてきて、この数年っていうかこの数年でそれをすごい感じてるんですよ私は。そう、健康的にもいいじゃないですかそれって。なんかね、やっぱ人間ってさ、紫外線に当たらないとなんか健康的になんかまあ良くないみたいな言うじゃないですか。そうそう、でもね、そうカーテンは開けないんだよね私、家のカーテン。言ってることがさ矛盾しすぎてるよね本当に。うん、高木さんはじめまして、ありがとうございます。はじめまして。ひろのぶ加藤さん、試験です。お、ありがとう。そう、カーテンはね、カーテンだけはねやっぱね開けたくないって感じです。うん、でも日焼け止めはね、でも塗った方がいいと思います。2位です。やった。こんにちは。そうなんですよ。次は16分37秒。16分37秒です次は。福岡にいる時もカーテン開けなかったの。うん、開けてなかったね私は、自分の部屋。私本当にすごい引きこもってたから、なんかすごい なんだろう不健康だったと思う。16分37秒。
飲む日焼け止めは信用しますか？私は、飲んだことない。なんか体内系のやつって効果あるのかなってちょっと思ってる。まあるんだろうけど、あるんだろうけど、でも、はい。でもね、なんかどうなんだろうね。でも私はね、飲んだことないかな。ありがとうございます。こんにちは。皆さん今何をしているんですか？皆さんは今何をしているの？私の配信以外で、私の配信を見てる以外で。配信見てるって書くと思った、書くと思ったよ、みんな。だからそれ以外。お話し会終わりました。おお、誰のお話し会行ったんですか？ YouTube 見てる。おお、誰の YouTube 見てんの？うん、6時間目待ち。おお、そっかそっか。お話し会の合間に私の配信を見てくれているっていう方もいるっていうことか。あー、そっか、それはなんか嬉しいかも。嬉しいかも。はい、3位です。ありがとうございます。次は20分37秒。いいね、お話し会の合間に。最高じゃないですか。最強じゃないですか。ちなみにちょっと今の私の戦績を見てみますか。はい、1位率 20.83%、 2位率 23.85%、 3位率 27.80%、 4位率 27.50%。 めちゃめちゃ弱いやないかーい。やってるの言い方がちょっと面白い。少し上がったね、1位率。え、そうだっけ。でも私 20% は変わらないんだな。忖度しないとってね。忖度してください。あ、もうすぐ来る。な、忖度してくださいね皆さん。私にありがとうございます。ぜひ、あの、忖度待ちです。こんにちは。忖度待ち。その服どこで買ったの？
どこだろうこれ。多分安いとこです。忖度待ち。やっぱかわいい。何が？何が何が？ねえ皆さん、私がさ最近ちょっとハマってるもの、何だと思いますか？新たにハマっている、私がハマっていること。みんながどんどん脱落していってる。え？優しい。みんな忖度してくれたかも。ちょっと今、待って、優しい皆さんありがとう。あー、優しさに涙、優しさに涙。次は24分37秒です。コマさんこんにちは。こんにちは、ありがとう。エリア34さんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。はじめまして。24分37秒。私が最近ねハマっていることなんですけど、まあ皆さん違いますね。はい、ピアノなんです。ピアノにハマってるんですよ私。あのね、ピアノって本物のピアノじゃなくて、スマホでピアノのアプリがあって、そう、そのピアノのアプリでウクレレももちろんやってるんですけど、ピアノを弾くっていうふうにハマってて自分の知っている歌とか曲を自分でオリジナルっていうか、こう試行錯誤しながら、あ、これこうだこれこうだこれこうだってやりながら音楽にしていくっていう、ピアノにハマってて、そう。マイキューさんも好きなの？待って、来る。5、6、7。ありがとうございます。耳コピ？そう、耳コピー的なやつをしてるんですよ。そう、それにね最近ちょっとねハマってる。なんか夜中とかになんかちょっとやろうってなって、ピアノを始めるっていう。夜な夜なピアノを弾いてるんですよ。あ、でも本物は弾けないよ。本物は弾けない。幼稚園の頃にねピアノ習ってたんですけどね、ピアノ習ってたんですけどね、幼稚園の頃に。でも私先生に嘘ついちゃったから、そう、音符読めないのに音符読めますって言っちゃったんですよ。私幼稚園の頃に。そうで、まあ引っ越しするしってなって、まあピアノはやめたんですけど。
そう、私本当に本当に音符が読めなかったんですよ。そう、2位だ。そうだけど、あの先生に先生にあの、え、もう音符読めるよねってちょっとなんか強めに言われて、読めませんって言えずに、はい読めますって言っちゃったんだよそれすごい覚えてて、そうなんかもう苦しいってなったその時それすごい覚えてる。言い出せなくて先生に読めないこと、そうそう、私幼稚園生の時にそう先生に言われて、次28分37秒そう、いや誰が悪いとかそういうのはないんですけど、そう私がただただあのすごくあのなんて言うんでしょう、なかなかそういうのをスパッと言い出せないタイプの人間だったんで昔から、そうだから言えなくて、はい読めますって言っちゃったっていう、ピアノの思い出はその思い出がすごい残ってる。そうだね、多分さ怒られると思って、多分そう嘘ついちゃったんだと思う。その頃はやっぱまだちっちゃかったから、そういうのがさ分からないじゃないですか、ちっちゃい子って。だからここで読めないってなったら多分怒られるって思ったんでしょうね、きっと。他にも嘘ついて、そりゃ他にも嘘はついてないですよなんか嘘ってさめんどくさいじゃないですか、すごい。だからすごい私は嫌い。こんにちは。音符が読めないあやばんも好きですあの今はね、ちなみにちょっとは読めるよ。その一瞬見ただけで、あの、あ、1位だ、イエーイ。一瞬見ただけで、あのパッて読めるんじゃないけど、あのドレミファ、ドレミファソラシドみたいな、こうどこがあのファでみたいな、どこがミでみたいなのとかはあのわかります。それは中学校の頃に習ったから。次は32分37秒。そうなんですよ。
こんにちは。ありがとう、みんなこんなお昼から見てくれて。こんにちは。対戦ありがとう。あ、ありがとう。ありがとう、ありがとう。うん、あれだよね、ファがあの一番下のやつですよね。一番、ミが一番下だ。一番下の線だよね、確か。違ったっけ。ミが一番下の線、一番下の線と二番目の線の間がファだよね。そうだよね。待って、電子ドラムのアプリめっちゃ楽しそう。めっちゃ楽しそうすぎる。それは気になる。合ってる？イエーイ。そう、私わかるんだよ、わかるんだよ。まあそれは誰でもわかるか。さすがに誰でもわかるか。それはありがとうございます。変音記号って何ですか。ちょっとそれはわかんない。それちょっと存じ上げないですね。それは変音記号、ちょっとはい、存じ上げないですけれど。クレッシェンド、あのだんだん大きくみたいなやつでしょ。それはわかるよ。保温記号、保温記号って何ですか。保温記号ってないよね。保温記号とかなくないですか。ちょっと私を騙しているの。保温記号はないことは知っているわよ。私は私を騙したな。おう、いいです。次で最後にします。36分37秒、次で最後にします。パオン記号、パオン記号って何。もうゾウじゃん、それ。それゾウ、ゾウですか。それゾウの記号。え、パオン記号あるの。もう何ですか、何ですか。もう分かんない、分かんない。あるのないの、どっちどっち。知らない、知らない。ないよね。わ、騙された、騙された。皆さんに騙された。ひどい。もうこれはパオンですよ。もうピエン通り越してパオンですよ。これはもう皆さんにいじめられた。
半音記号、半音記号、 いろんなさ記号があるんですね、音の記号が。うん、5、6、7、アヤカート、ありそう。え、あれスタッカートみたいなやつじゃなかったでしたっけ、それのアヤカ版、アヤカート。じゃあ皆さんに、皆さんにあの大喜利、アヤカート、どんな役割でしょうか、アヤッカートって。どんなもの、アヤッカート、音楽でアヤッカート。読めないのに読めるというどういうこと。眠そうに眠そうに、眠そうにってどんな、要するになんかすごい静かにみたいな感じ、ちょっともう ゆっくりみたいな、パンって手を面白い。なんて人並びやってるのにさ、すごい笑っちゃってる。アヤッカートが来たらハイパンって手を叩くってこと。待って、面白い本当に。ツボがね、もう私もダメなんです、ゲラなんです本当に。あ、1位だ、しかも1位になった、やったー。最後の最後に1位にならさせていただきましてありがとうございます。面白い。ここで魂の休息を入れるあのめっちゃさ、多分さ、すごい早い曲調の時とかにアヤカートが入ったら一回そこでうわってなってまた引き出すっていう、あ、それもありですね。一回ちょっと落ち着かせてみたいな意味。ね、魂の休息がやっぱ大事ですからね。だんだん無口になるって何？ピアノ弾きながらだって話してることないじゃないですか、そんなベラベラ。こんにちは。待って、ほんと面白い。皆さん、あやめいさんありがとう、えんじょうさんもありがとう。いやー面白い。こんにちは。パンって叩くの面白いな。じゃあ皆さん、アヤッカート、もしアヤッカートができたら、あのできるってなった時には、あので私がアヤッカート、あの特許
撮ります、いつか。のでその時にはアヤカートの、まあ、意味としては、まあ、パンって叩くっていういいかもいいかも。だから作曲する時にね、そう使えるじゃないですか。はい、ピアノとか弾いてても、アヤカート来たらってやるっていう、めっちゃいい。次のシングルに出よう。確かに確かに、やっぱりさ、次のシングルとかね、でもなんかやっぱなんか新曲ってなったらやっぱりさ、なんかちょっと恐れ多いというか、恐れ多いっていうか、ちょっと規模が大きすぎて、うん、だからなんだろうね、あんまり規模が大きくないやつがいいの最初は。普通になんか自分のなんか個人的な何かカップリングなんかさ、すごい高崎彩子のみんなで言ってるのが、高崎彩子の4人でなんか曲できたらいいねみたいな感じのこととかなんか言ったりしてるんですけど、なんじゃあもしね、いつかそんなことがあったら、その時にはぜひアヤカートを入れてもらおうかなって思います。高崎彩子の曲にアヤカート入れてもらおうかな。こんにちは。ユニット曲、ね、こんにちは、こんにちは。いいじゃないですか、すごい。それでは聞いてください、新曲のパン工場パン工場、パン工場、パン工場、すごい。高崎彩子の曲パン工場っていうのこのユニット曲パン工場ですか。どんな曲それ。もう皆さんの発想が豊かすぎて、ちょっと本当面白い。まあね、こんなところでちょっと今日は終わろうかなって思います。この後はお話し会、この後はっていうか私今日夜からなんですけどよろしくお願いします。ちょっと本当に面白い、集合早そう。かずいさん、あらきさん、あやめいさん、ありがとう。じゃあ終わります。待って、もうダメだ、ツボに入っちゃう。もう入ってる。13位ドグラさん、ありがとうございます。12位キッチンさん、ありがとうございます。
11位クレセイゼンさん、ありがとうございます。10位田辺さん、ありがとうございます。9位炎上さん、ありがとうございます。8位宇宙王さん、ありがとうございます。7位ラブリー48さん、ありがとうございます。6位ウニさん、ありがとうございます。5位ドンさん、ありがとうございます。4位安高さん、ありがとうございます。3位ひでにゃんさん、ありがとうございます。2位安部さん、ありがとうございます。1位はあやめいさんです。ありがとう、すごいギフトを投げてくれてね、ありがとうございました。また見に来てね。じゃあ皆さん、お話し会参加される方はまた後ほど会いましょう。ということでありがとうございました。良いサタデーをお過ごしください。バイバーイ。